こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、浅草のレポートを送っていただきましてありがとうございました。私の元にはですね、いろんな地区の商店街ですとかショッピングセンターとか、それから小規模な事業者さんからの声が送られてきます。軒並みですね、売上的には当然ですけども 50% 以上のダウンをしてたりとかですね、それからもう閉店しましたと、諦めましたっていうところがあったりとか、事業の転換を図りたいんだけども、仮に事業の転換をしたところで急に売り上げが立つわけがないから路頭に迷って途方に暮れているよというふうな、ね、連絡もいただいてます。いや本当に今ね、厳しい状況だと思います。だからこういう時のために常にね、緊急事態宣言ですよ。生まれた時から自分に対して緊急事態宣言をして、人生が終わるまでその緊急事態が続くというふうな意識をね、持ってないといけなかったんだろうなと思います。でこういう時期が来て FX とかね、それから何がしかのお金を稼ぐ力、リモートワークっていうものが手に入ってると、それが所得がね、月収5万でも10万でも全然違うんですよね。もう完全にゼロとか、もうこれだとね、もう本当に遠くに暮れちゃうんですよ。生きていくのがね、もしかしたら嫌になっちゃうかもしれません。で、顧客営業とかね、それからルート営業とか法人営業みたいなのは、なかなか営業も今ね、来てくれるなってことになっちゃったりとか、こういう時期に営業一生懸命行くと、まあ無神経だとね、言われかねないんで、世間の風潮そうですから。だからなかなか難しいかと思います。ワンプッシュできないと思うんですよ。ね、ちょっと厳しいですよね。で、仲見世通りのことをちょっと見せていただいたんですけども、やっぱり仲見世通りってのはね、老舗だけでできてるんですよね。もうそれこそね、親の代からやっているとか、おじいちゃんおばあちゃんの代からやってるみたいな筋金入りの老舗が軒を連ねているわけですよ。でも今回みたいな騒動があって、お客さんが急に来なくなるわけでしょ。売り上げ立たないし、もう利益も出ないし、大変ですよね。仲見世だけじゃないんですけども、私の好きな柴又も心配ですよ。じゃあそういうところがね、今回廃業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 になって、空っぽになってね、日本の古き良き商店街が消滅するわけですよ。で今回仮にですね、この騒動が収まったとしても、その商店街って今までの商店街の形をさあ見せてくれるのかなってところですよね。私が想像するのは、外資系のよくわからない会社が自分のイメージで仲見世ってものを再建してですね、私たちがずっと心に秘めていた日本情緒のある、そういった仲見世通り、そして商店街、下町、こういうものは全く姿を変えて、未来派のね、新しい形の下町になっちゃうのかなと思いますよね。さあそんなところに誰が来て情緒を感じるんでしょうかということですよね。まあこれも時代の流れで人は慣れていくのかもしれません。でも私はですね、寅さんが愛したあの柴又の、あのね、商店街がなくなって別の形で始まるのかと思うと、なんかゾッとしますね。皆さんの街にもあるでしょ、商店街。今でこそ瀕死なのに、今回で決定打ですよね。だからね、やっぱり事業者さんには、一時的なね、給付金ではなくて1年分の給付金とかをね、あげて生活を支えてあげて、でこの騒動が収まった時にはすぐにでもね、元通りのお店が立て直せるように措置をしてほしいなと思います。そうすると永遠に日本の利益は守られると思うんですよ、ね、今出費を惜しむべきではないと思います。そう思うんですけどもね、どうですかね。皆さんの考えもお待ちしております。それでは行ってらっしゃい。